はい、こんにちは。こんにちは。はい。6周年記念イベント出展者情報第5弾。はい、多分最後ですね、これで。はい。はい。次は、占い系、セッション系ですね。セッション系。はい。心理的な感じですかね。そうですね。心の癒しですね。はい。はい。で、まず、はい、最初に、マダム K の推し術セッションです。はい、マダムさん。すごい。マダム K さんが。すごいの一言です。出演してくださいます。もうね、ちょこっとね、たまに、みわちゃんはね、こうだから、ああだからって言うんですよ。すごい。こうだから、ああだからって。その、推しで見てくださるんですけど、はいはい、このままでいいのとかね。はいはい、こうした方がいいよみたいなちょろっとしたアドバイスをたまにくださるんですけど、それがめちゃくちゃすごくて、で一番この間のね、あのお食事会の時にちょろっとやったのがすごかったですね。そうですね。もうね、本当に何だろう、酸いも甘いも吸い尽くして全てをお見通しみたいな感じのあのセッションが受けれると思います。知識はもちろんですけど、マダムさんの経験、そこから話す言葉の重みと、本当です。たるや、本当です。もうなんか神人さんかマダムかみたいな感じです、私。はい、そのぐらい。なんかめったに出店しないですよね。そうなんですよね。もうあのなかなかご本人は前に出ず、ね、ヨヨちゃんとかね。はい、他の方をみたいな感じになっている中、ね、はい、出てくださるということで、まず私が一番最初に頼もうかと思ってます。マジか。はい、いいと思います。まだ受けたことないんですよ、ちゃんとして。ちゃんとしたのに、あれで、はい、うんうん、ちょこっとは見てくださるんですけど、なるほど、っていうぐらいおすすめです。はい、おすすめです。はい、はい、めったに受けれないと思いますので、はい、ぜひ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 受けてみてください。はい、はい、次が、はい、希望の木、はい、なほこさん、なほこさんのマヤカラーセッション。でもなんか今回はマヤ歴を生かしたユニークな子育て法っていうのをやってくれるみたいですよ。はい、だからその、まあ、マヤカラーのことも伝えてくれると思いますけど、うん、まあ、子育て、子供にどういう関わり方をしていけばいいかとか、子供はどういう性質を持っているのか、うんうん、あと自分のあとは自分と子供の相性的なのとかを、うんうん、いいですね。なのでそれをマヤ歴、はい、マヤカラーの視点から子育てを楽にする、うん、軽くするっていうのをセッションしてみ、うん、はい、していただけるみたいです。お、知ってるとね、ちょっと気持ちが楽になりますよね。うん、あ、私ってこうなんだとかね、あ、この子はこういう感じなんだとかね、だからこう、だからこれかみたいなね。じゃあしょうがないみたいな、はい、ね、あ、そこは変えられない、その子の本質だからみたいなところがあると多分楽になるかなっていう ね、のはありますね。おお、そうですか、子育て系。そうです。おお、ぜひぜひ子育て中のママさんは、ね、さん困ってる方は、はい、いらしていただけると、どうですか、聞かないんです。ここはぜひ、まあ、どこも言うこと聞きすぎる方がちょっと心配ですけどね。まあまあまあ、うんね、はい、はい、へえ、ね、おお、いいですね。はい、はい、あとは、あとは清水さんですね。はい、清水さんね、初出店です。初出店、カラーメンタリング、カラーメンタリング、うん、ですね。ね、はい、はい、カラーメンタリング体験、体験、ね、です。はい、自分がどんな、ね、マヤカラーとはまたちょっと違う観点から、うん、今の自分はどういう気分になりがちなのかなとか、まあ、色を使ってですね、そうですね、うん、分かりやすい色を使って、ね、色彩心理を使って、うんうん、自分が何色、10色、うん、色、うん、自分の中にある色がどういう並びで、うんうん、その並びは、うん、どういう性質、どういうのが一番気持ちとして出やすいみたいな、うん、心理が、あ、心理的にこういう状況みたいなのを知れる感じですよね。はい、あとはまあ人間関係もね、まあ、ありますよね。ね、うん、まあ、夫婦関係、はい、親子関係ですかね。
仕事の上司部下とか、そうなのよって思いますよね、受けてるとね、うん、そうですね、そうなの、そうなのって何回も言ってる私いつもそうだそうみたいなそうです。ということで、あの自分の、まあ、今ね、今はこうっていうのと、あと悩んでいるその対人関係とかで悩んでるんだったら、その相手の方が今はどういうカラーなのかとか、そういうのも分かるので、なんか対処法とか、うん、こういうふうにしていけばいいよみたいなのも分かると思いますので、うん、ね、あとは、はい、あれですよね、うん、心式セラピーの生徒さんでもある、うちの生徒さんでもあります、ね、そこからめっちゃ変わったというか、はい、成長というか、そうなんですよ、良くなってますよね、そうなんです、別に悪かったわけじゃないですけど、そうですでもなんかやっぱ自分のやりたいところと目指すところと、今いる職場、職場ってかね、うん、仕事をしているところとなんかちょっとズレがあるなっていうところから、うん、ポンとね抜け出すことができた方のお一人じゃないかなと思います、うん、ここから F 村の、はい、メンバーです、メンバーでもありますので、はい、ぜひ、はい、受けてみてください、で、ね、楽しみです、ドキドキしてんだろうな、うん、そういう楽しみもあります私ということで、はい、ね、はい、まあ、あのセッション系とか、なんか、ね、一店舗でいろんなことができる方がすごく多いの で、 そ、 うです、ね、そこに行ったからってこれだけっていうだけじゃないですよね、皆さんね、そうですね、うん、いろんな楽しみ方がありますの で、うん、そうですね、はい、ぜひいろいろ体験していただけるといいかなと思います。お子さんも楽しめますし、大人の方もなんか楽しめるし、気づきも持って帰れるような一日になるんじゃないかなと思います。お子さんは、うん、最悪僕が預かりますので、あ、そうですかありがとうございます、はい、はい、外でサッカーしてますので、あ、くれぐれもあちこちぶつけないようにだけしてください、はい、ということで、はい、すごい数ですね、いっぱいご紹介させていただきましたが、どれもこれも入りきるのかって頑張って入れます頑張って片付けますというね、はい、毎年大変です片付けが、はい、ここから片付けますはい、はい、ということで、ここからライフ広場6周年記念イベントの出展者情報を1段から第5段までご紹介させていただきました。4月17日土曜日の10時から15時に開催いたします。ぜひ遊びに来てください。はい、では、はい、待ってます、待ってます、遊びに来てください、ありがとうございました。